けど、第一印象は、うん、あの清楚でしっかりしてまとめてくれるんだろうなーって、うん、だろうなーって思って思ってました。だろうあーっていう時期もあったねみたいな。あ、そうだね、そういう時期もあったな。なるほどね。今は違うと。今はちょっとポンかな。今ポン、ポン、あ、ポンですか。あのー、そうだね、マイクラで迷子になってるあれめっちゃ可愛かったからね。あの歌も聞いてめっちゃループしてるから、まつりねえさ、なんかまつりどっちどっちどっちなんかさ、サブサブちゃんサブカーじゃなくてさ、どっちどっちみたいなツイートしてたんでしょ。ツイートしてさ、可愛すぎてね、あまりにもしちゃったよ。あれ見ましたね、ようもちゃんとチェックしてます。 あれね、うん、あの耐久聞きながらねサムネ作ったりしてるからね、うん、かわいすぎてメンバーに聞かれるの一番恥ずかしいんだけど。本当にあれのカラオケバージョン歌えるようにしてきたから、松井はね。そうだよ。じゃあちょっと歌枠で今度歌ってほしいな。歌枠で今度歌うわ。あ、歌うの。歌う、耐久の方歌うわ。2時間耐久ね。短い歌ってこと。そう。いや、えぐ。もう地獄よ、もうそんなの。お祝いしに来ました。いや、本当に嬉しいです。ありがとう。どっち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 、ね、やめてやめて。どっち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 曲。あ、かわいい、かわいい。あ、もうね、ルシアちゃんに歌ってほしいもん。いや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 、待ってますからね。もういやー、本当にありがとうね。オリジナルソングを。いや、あれね、本当にさっきまつりちゃんにも言われたんだけどね、ちょっと恥ずかしいですね。大人気ですね。いや、出すしかない。どっちどっちどっち、食べちゃえば先輩。どっち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 ど